サムネ塾のことです。こちらの動画ではですね、第130回の二所簿記2級の出題の意図が公表されましたので、そちらのコメントを述べてます。はい、では早速見ていきましょう。今回第5問ですね。第5問です。はい、ちょっと読みます。単純総合原価計算の基本的な問題です。材料の支点投入と平均的投入の違い、平均投入の違い、総合原価計算表の意味、および売上原価の計算を理解できているかどうかを問うてますと。材料の平均投入は結果として、加工費と同様に、同様の計算になることに注意しましょう。総合原価計算表は仕掛かり品勘定の内訳を表しています。回答用紙の総合原価計算表の月初仕掛かり品と当月投入の欄の金額を資料1に基づき確定した上で、完成品総合原価と月末仕掛かり品原価を計算することになります。過去にはやや応用的な問題かもしれません。括弧1で求めた完成品総合原価と資料2の月初製品原価を用いて計算することになりますと、ね、いうことが書かれています。はい、ではですね、ちょっとコメントをしていきたいと思うんですけど、こちらがね、まあ、一つの合否のポイントだったのかなというふうに感じます。まあ、支店投入のね、材料、支店投入材料のところの月末仕掛かり品とかね、まあ、完成品原価が、当たったんだけど、それ以降のね、まあ、平均投入と加工費の方のちょっと金額が出なかったと、ね、いう方が多かった問題なんですね。うん、で、合格率もそうですね、まあ、28% とかね、20%、まあ、30% いかなかったですね、あんまりね、茨城もね。という中で、ここでね、ちょっと落ちちゃったと、ね、いう方が多かった試験でしたね、今回、二所簿記2級は。ね、で、まあ、熟成なんかとね、本試験後に回答チェックをね、しましたけどね、やっぱり、こちらのね、支店投入はできたのよ、ね、ちょっと他のやつがちょっとこけちゃったと、ね、いう方が、多かったもんですからね、まあ、どうかなと。いうことでね、まあ、そわそわするね、時期をちょっとね、過ごしてましたけどね、結果的に、ここね、採点関しては6点と、ね、いうことだったんで、予想は当たりましたね。うん、だから、支点投入ね、まあ、6点、5点、6点きますよと、ね、いうふうに僕は言ったんですよ。ね、だから、平均投入とね、加工の方ができなくて、まあ、そうすると、括弧2がちょっと必然的にできないんですけど、括弧1の平均投入と括弧比の方ね、そっちの方ができないと、できないと、で括弧2の方もちょっとできないということになりますけど、まあ、支点投入の方が当たればね、まあ、6点は来るでしょうと、ね、というところでね、で、他の商業簿記のね、1問目から4問目までで、まあ、ケアレスミスという、ね、いわゆるミスです。その単なるミスっていうのをしなければね、ひょっとしたら、まあ、ギリギリ70点いくちゃうかと、ね、ここは6点確保してっていうね、そういった僕は予想したんですね。入って予想です、ね、でそれがまあ見事にね、大体当たりましてね、6点ここに来ましたんでね、うん、だから今回ね、工業簿記、支店投入第5問ね、支店投入だけできた方もね、他の商業簿記でミスさえしなければね、70点ギリギリで合格と、ね、いう方が多かったんじゃないでしょうかね。うん、まあ、逆に言うとね、ここ支店投入だけはできたんだけどね、ちょっと商業ボケでね、ちょっとまあつまんでミスしてまったっていうね、いう場合はね、ちょっと68点とかね、まあ、65点とかね、いうことで不合格という方が多かったんじゃないかなというふうに僕は予想してますね。はい、したがってですね、この第5問ね、まあ、今回はちょっと工業ボケが難しかったということなんですけどね、二所簿記っていうのはね、第4問5問ね、特にこの5問ですね、第5問、ここの総合原価計算がね、いかに、ね、きちんと理解できてるか、ね、というのが問われる回でしたね。うん、振り返ってみると第4問も第5問も要するに総合原価計算ですからね、ここができたかどうか、ね、それがポイントでしたね、今回の試験はね。はい、したがって、まあ、全体の、ね、対策として、次の131回ですか、131回の二所簿記2級に関してはね、これちょっと工業簿記は今回難しかったんで、ある程度難しかったんで、次商業簿記ね、ちょっと難易度は少し高くなるんじゃないかということを感じますね。うん、まあ伝票がね、第2問で出てくれたんで、まあ良かったといえば良かったんですけどね、この第2問でね、ちょっとへんてこりんだね、112回の社債のね、相手タイプが出てきたら、まあ、107回のね、資本的支出と収益的支出のね、固定資産のやつね、そういうとか、そういう問題とかね、
あと特徴の問題ありましたね。126回だったかな、126回の値段の方でね、そういったタイプが出てくるとね、非常に合格率バーンと下がりますから 10% 台平気でいっちゃうんでね、そこの部分の対策としてね、ちょっとまあヘンテコリな問題が出てきてもまあ対応できるという準備ですね。商業簿記の丁寧な準備、ある時にはもう1キロテキストに踏み込んじゃうぐらいの勢いでね、カップなんかやっちゃうと、ね、そういった心構えでね、やんないとですね、ちょっと次難しい問題が出てくる可能性が高いものですから、商業簿記ね。だからここをねきっちりと学んで準備をしておくと、ね、いうのが重要なんじゃないでしょうかね。はい、では以上です。